Oshiro. I'm composer. ちょっと難しいですね。あまり自分のそのマークを入れようとはあまり考えてないですね。まずこれも何度も言ってることになっちゃうんですけど、ディレクターのオーダーがあります。で、それに合った音楽と、まあ、ゲームに合った音楽っていうのをよく考えて作るだけなんですよ。それだけなんですけど、その、まあ、自分のマークっていうのももし感じられてるんだったら、まあ、それは、まあ、自分の癖みたいなものがやっぱりどうしても出てしまうのかなと思うんですけど、とにかく最近のゲームはいろんなジャンルの曲を要求されますし、まあ、いろんなシチュエーションに合わせた曲を要求されますから、あまりその自分のカラーを意識している余裕はないですよね。まず、ですね、ここ 2,3 年はですね、好きな、これなんですかね、音楽を聴く時間がないんですね。で、唯一寝るときに聴くことができるので、その時はもうほとんどピアノオンリーの曲を聴いてます。クラシックミュージックでピアノオンリーですね。で、自由時間は、まあ、好きな曲を聴く機会はあまりないですけど、まあ、さっきの話の続きになっちゃうんですけど、ディレクターがこういうイメージの曲作ってくださいって言った時に、大体こうサンプルが来ることあるんですね。で、それをよく聞いたりとか、だからそのゲームを作るために参考に聞くことはあっても、自由時間に音楽はほとんど聞けないですね。特に最近子供と遊ぶことが多くて、で、子供と遊ぶ時ってあまり音楽ゆっくり聴けないじゃないですか。ですから、まあ、ちょっとあんまりフリータイムないんで、まあ、でも、寝る前ですよね。今やってる、ああ、そうですよね。さっきと同じですね。もしできるんだったら、オーケストラミュージックはやりたいですね。で、やりたくてもなかなかできないので理由があって、まずバジェットがすごいかかりますよね。だからなかなかそういうオーダーっていうのは予算がなかなか出ないので、アメリカのゲームはね、さっき言ってましたけど何億円ってかけられますけど、日本のゲームは今そこまでお金かけられないので、オーケストラミュージックはできないんですよね。だからやっぱりやれるんだったらそれをやりたいんですね。はい。まあ、ちょっと死んでる人はね、ちょっと現実的じゃないので、生きてる人だったら、そうですね、あまり考えたことはない、考えたことないんですよ。とにかくそれに誰かとコラボしたいとか、なんで今初めて聞かれるのでちょっと考えちゃうんですけど、A lot of deceased is a little bit unrealistic, so we're going to think a lot people now. However, He's never thought about this before. This question has never come up. So. そうなんですけど、ですね、まあ、ダンスミュージックの、さっきも、まあ、ティエストとか、私の好きな人が何人かいらっしゃるんですけど、まあ、そういう方、まあ、エレクトロニックダンスミュージックのアーティストさんたちと、なんかコラボレーションアルバムとかできたらいいなという感じはありますけど、まあ、実際ゲームでやるのはちょっと難しいですね。コラボレーションアルバムを作るのはいつかはやってみたいなと思いますけど、ゲームではちょっと難しいですかね。難しいですね。Okay. Tell us what you like about that. ですね、もし一番決められなかったら、好きなもんだけど。あ、好きなもの。で、なぜ理由も。そうですね。最近世界中の迷宮4、まあ、英語だと多分エトリアンオデッセイ4ですね。で、
それの CD は私割と気に入っているので、うん、なんでかっていうと、生バンドを使って曲を作らせてもらえたんですよ、はい、それはお金がまあ少し良かったんで、うん、それを気に入ってますし、まあ、あと、まあ、ワンガミッドナイト4も気に入ってますね。その2つは今一番自分の中ではまあちゃんと作れたかなって思ってる。どうしてそういう判断に、ね、ですよね。はい、ですね、あのエトリアオディセイは、はい、1、2、3、4あるんですけど、はい、3までは DS だったんですよ、はい、で4は 3DS なんですね、はい、で 3DS になるときにプロデューサーが、まあ、ディレクターがハードが変わるから、はい、今までのそのチップチューンではなくて何か新しいことをや音楽を出したいっていうふうに言ったんで、はい、それだったら生バンドはどうですかって私の方から提案させてもらって、で、あ、それいいですねみたいな話になって、もうだからハードが変わったっていうことですね、はい、それが一番の理由ですね、はい、うん、それもさっきの話にちょっと似てるんですけど、はい、で自分はオーケストラの音楽もっとやりたいんですけど、はい、やっぱり予算がかかりますよね、はい、だそういう CD を企画したくてもじゃあバジェットどうすんのっていう話になっちゃうのでなかなか自分が実現し やりたくてもできないんですよ。 でももしそれをやるに十分な予算と期間があったらそれはやりたいですね。私は今そんなに今 iPad のゲームを、主にやっていて、で、まあ、なんでかというとあんまりその遊ぶ時間がないので iPad の小さいゲームを割と100円とか200円とかのゲームをやる時間ぐらいしかないのでそういうのをやってるんですけど、今一番やってるのが、ハッピーストリートっていうののゲームなんですよ、はい、で、まあ、それを、まあ、ちまちま暇を見つけてやってるぐらいで、ちょ、ね、ゲーム他にもいっぱいやりたいんですけどちょっと、まあ、仕事が忙しくてなかなかできないんですね、うん、で子供たちは 3DS 大好きなんで、ちょっと前はやってますポケモンですよ ね、もう定番なんですけど、あとマリオカートああそれからこっちだとアメリカのタイトル知らないんですけど、はい、動物の森ってあるんです、はい、なんていうんですか動物の森、その森、そうですね、アニマルファーム、アニマルファーム、はい、うん、その3つは子供たち大好きですね、うん、はい、あーそうですかこれもいつも、ね、困っちゃうんですよね最後に一言お願いしますとかね結構困っちゃうんですけど、For American people 困ったな、そうですね、今はそのもっとその今日本向けのゲームの音楽っていうのは非常に多いんですけど、自分がもっとやりたいのはやっぱりその世界中で遊んでもらえるゲームの音楽っていうのはこれからも作っていきたいですね、うん、でそういう機会があったらそういうのをアメリカの人たちにもぜひ聴いてもらいたいんですけど、まあ、そういうゲームが作れるように頑張っていきたいなと思いますのでよろしくお願いしますみたいな感じかなちょっとなんか難しいんですけど